皆さんこんにちは。こんにちは。今日は陣内の、高橋さんに来てもらってます。はい、2回目の登場です。2回目ですね、はい、はい。今日何かあるんですか。今日は新商品、新商品で、はい、これ反射がついてるやつ。そうですね、カッパに直接安全ベスト型の反射を縫い付けてしまったという新商品です。それやることによって安全ベスト着なくていいってやつですね。そうですね、わざわざカッパの上から羽織ることなく、これを1枚着るだけで成り立ってしまうと、うん、はい、あ、それいいですよね。とりあえず若干のコスト削減、コスト削減にもつながりますし、うん、もうその安全ベストがヒラヒラすることはないんで、うん、はい、なんかそういうレバーとかそういったものに引っ掛ける心配もなくなりますね。だ、安全性がより上がるってことですね。でさらにね、反射も袖についてるし、はい、視認性が上がるってことですね。そうですね、うん、で視認性っていうところで言うと、うん、2015年に高視認の安全服の、うん、実規格が制定されているんですけども、うん、そのクラス1をこの上着はしっかり通って、うん、上着は、あ、そうか、下関係ついてるのがね。そうですね、1だけね、はい、はいはい、通っている製品になります。そうです。はい、生地自体は耐水圧が、耐水圧は15,000あります。透湿性が、透湿性が5000g ですね、うん、はい、もうそれなりのやつですね。はい、それなりにですよね。はい、うん、色が、色はこのブルーとネイビー、見にくいですね。ブルーとネイビー、ネイビーはどちらかっていうと、うん、暗い鉄紺に近いような色になります、ね、はいはい、うん、で反射の色はもう黄色なんですね。そうですね、黄色い、うん、はい、蛍光のイエローの反射になります、うん、はいはいはい、いいですね、いいですね、はい、今日はね、実物はないということで。そうですね、次回は実物を着用して登場いたします。あ、まあ、ぜひどうぞ、はい、あの次回予告もあり、次回予告初のあれですねパターンですね。じゃあぜひとも、はい、8898、はい、高視認スプルーススーツ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします